きょう住民監査請求をしたのは旧門司駅以降の現地での保存を求めている市民団体のメンバーです旧門司駅以降について北九州市は記録保存をした上で取り壊し複合公共施設を建設する計画で今年度中に造成工事に取り掛かる予定ですこれに対しメンバーは取り壊し業者との契約破棄などを求めています